店長カンタだけに優しいですよね。もうちょっと俺にも優しくしてほしいな。気持ちいい。こんなことやってるから寝れないんだよな。よし、本読もう。静かな夜、いろいろあって子供が独り立ちするタイミングで夫と別れ、一人暮らしを始めることにした。人生の大半を誰かしらと一緒に過ごしてきたので、一人という響きだけでもちょっとときめいてしまう。いくつもの喧嘩と和解を乗り越え、いらない家具は処分して、思い出もさらりと片付けて、ようやく私だけの城を手に入れた。6畳の和室に台所がついたシンプルな部屋だ。近くに使い勝手のいい商店街がある。通勤はドアツードアで45分、なかなかいい物件だと思う。状況を伝えると友人たちの誰もがヒエーッと驚いた様子で語尾を伸ばした。なんでまた？大丈夫なの？そんな風には見えなかったのに。思い切ったね。押し寄せる疑問符に私は不平と笑って、いろいろあったんだと答える。一つ二つ説明を足すこともある。すると友人たちは少し考え、いろいろあったならしょうがないね、と同じような苦笑いを浮かべてうなずいた。私も彼女らも、もう大抵のことには動じない年頃だ。いろいろとくればしょうがないね、と受け入れてしまう。一人暮らしは快適だ。自分の世話だけすればいい。朝も夜も好きなものを好きなタイミングで食べられる。休みの日には久しぶりに頭を空っぽにして、鏡の前で自分の裸をしげしげと眺めた。そりゃ理想通りの体型ではないけど、あちこちポテッと柔らかそうで結構かわいい。クリームや油をすり込んで優しく手入れをした。一つ困ったのは夜になかなか寝つけないことだった。周囲が静かすぎるのだろうか、日中はそんなこと思わないのに、暗くなると街の気配がどんどん膨らみ、逆に私の部屋はどんどん小さくなって、四角い箱にキュッと押し込められた気分になる。音楽でもかけたら？それか空気清浄機とか加湿器とか可動音のする家電を使ってみるの。そんな友人たちのアドバイスもあまり効果を発揮しない。その夜も電気を消す踏ん切りがつかず、布団に寝っ転がって天井を眺めていた。ぼーっとしているとたくさん悩んで準備をして、やっとたどり着いた場所なのに、これで本当に良かったのかな、なんてきりのないことを考えてしまう。唐突にカサッと紙の端っこを弾いたようなかすかな音が耳に入った。ちゃぶ台の上の花瓶には友人からもらったユリとカーネーションの花束が生けてある。長く楽しめるようにと、ユリはまだつぼみで、カーネーションも五分咲きぐらいの花が多い。ユリのつぼみの一つが
付け根の部分をたっぷりと膨らませて一回り大きくなっていた。ああ、もうすぐ咲くのだ。はじめはじっと息を詰めて、途中からはお酒片手で雑誌に目を落としつつ、私は開花を見守った。一番外側の花びらが浮き上がり、つぼみ全体を少し引っ張る感じがして、間もなくパカンと弾けるようにつぼみが左右に割れ、鮮やかに黄色いおしべをあらわにした。そこからさらにじわりじわりと6枚の花びらをそれぞれの方向に伸ばしていく。4時間ほどでつぼみは七分咲きにたどり着いた。部屋はひんやりとした甘い香りでいっぱいだ。一人になった。私の人生の選択を誰もが分かってくれるわけじゃない。でも私のそばで相変わらず花は咲くし、生きていくことは楽しい。私、明日はどんな一日にしよう。深呼吸をして布団に入った。おしまい。明日どんな一日にしよう。店長のお酒また飲んでやろうと。あ、カンタにも掃除やらせよう。いいですよね。ね。はあ。寝ますか。寝ましょう。おやすみなさい。